さあ、ここからがハイライトだ。もしも歴代ゴジラが日本を攻めてきたらに対する、ネットの反応をお送りするよ。日本壊滅。その状況だと、何らかの反動でオキシジェンデストロイヤー再発見する野生の天才が生えてきそう。日本どころじゃないやろ、世界が終わる。全シリーズのゴジラが日本に来たらもうダメだね。もはや日本が魔境すぎて、ゴジラ応殺のために世界中から核ミサイルが降り注いで日本滅亡に拍車がかかるパターン。核兵器じゃゴジラ殺せんでしょ。核兵器じゃ死なないから、本当に日本国民の族滅ぼしになるだけなのひどい。マグロとカゲだけ死ぬかと思ったけどあいつ歴代にカウントされてなさそうだし、やっぱり全員無事だな。んな情報最初は持ってないだろうから、2、3発は降ってくるわ。ゴジラは殺せなくても国は殺せる。そして世界は終わるんだ。勝ったと終わったと思ったその矢先に絶望の黒い巨影が世界を飲み込んでいく。国どころか国土がなくなっちゃう。核ってゴジラのエネルギーじゃないのか。そういう皮肉を込めて誕生した作品なんだろう。一応初代は水爆実験で住処を追い出されたのであって、核で巨大化したわけではない。平成以降とかハリウッドはまあはい。世界中から核ミサイル撃ったらゴジラもっとパワーアップするんちゃうの。ゴジラは殺せなくても無力化ならまあ、それはそうと日本は終わるのは確か。ここまでひどいのに無力化できんのかよ。王が歩いた後には草木が芽生え自然復活するから、まあ、焼け石に水だろうけど、ゴジラ側が連携するかどうかでだいぶ難易度が変わるかな。無力化するための手段が基本的に犠牲覚悟で近づかないといけないから、強めの個体を守られると苦しい。シンゴジは核廃棄物食ってるから放射能耐性あるよな。大量も戦車の砲撃通さないぐらいだし、原爆も資金で爆発させない限り爆発しても耐えそうな気がする。ゴジラに核はパワーアップでは。半端に殺しきれないとバーニング化しかねないしな。というかいくらかは空中で迎撃してくるぞ。やっぱり深海に沈めるしか。これ、日本がなすすべなく一方的に蹂躙されていって絶望しかない世界線の作品だ。そんで、日本が滅んだ後ゴジラたちが世界中に散らばって世界を滅亡させるやつだ。アースという防ぎ切った実績あるやつがいないだけ有情ではあるのだが。日本に来たゴジラ限定でも新一体の時点でもうダメ。アニメ版が歴代入りしてなくてよかった。宇宙滅ぼすレベルでインフレしてたし。3DCG 版のやつか、あれいきなり地球脱出させられてるからな。犠牲を考えずに倒すだけなら、初代、84年版ぐらいまでならなんとかなるとは思うが、現代兵器で殺せないを前提に作られてる大怪獣送信劇あたりから、どうあがいても無理ゲーになる。実際ゴジラって核爆発に耐えるんだって。核爆弾って別に核エネルギーで敵を殺す武器じゃないし、問答無用で吸収とかパワーアップにはならんと思うんだけど。言ってしまえば核を動力にでかい爆発を起こす爆弾なんだから、核だからゴジラには効かないっていうのは的外れだよな。実際効くのかどうかは別として、正確に言うと放射能が効かないであって、核の物理破壊力に耐えられるかどうかは別よな。熱核兵器の熱量と衝撃も大概だけど、バーニングとかファイナルウォーズやシンゴジは余裕で耐える。なんなら、スペゴジのせいでダメージを与えるために恒星級の熱量が必要になりかねないインフレしてる。VS シリーズのゴジラも多分死なない。昭和は連発されれば多分普通に死ぬ。平成は熱と爆風でのダメージは受けるが多分耐えきれる上に、高濃度の放射能を吸収すれば死んでても生き返るレベルで再生する。デストロイヤーに殺されたジュニアがメルトダウンしたゴジラを吸収して生き返った。ミレニアムはよくわからん。ゴジラ、モスラ、キングギドラは多分霊的な力じゃないと殺しきれない。シントアニゴジは普通に効かないと思う。モンバスのゴジラにとって核兵器は完全に回復アイテム。平成も爆風はともかく熱のダメージはおそらく通らない。あいつ確かマントル泳いで移動する描写があったはず。リアル溶岩水泳部ってやつ。溶岩は1000度程度、原爆の爆心地は4000度だぞ。VS は数字がインフレしてるからな。ファイアーミラーやプラズマグレネードと比較すれば、溶岩の温度とか、人間は氷を食ってるから冷凍光線が通じないって言ってるレベル。二代目と十代目はまだ味方してくれる可能性あるのが救いか。モスラとメカ系全般出てくればワンチャンあるかどうか。北海道くらい更地になりそうだけど。
ゴジラ同士で戦うってなってもどの道地獄。放射能を吸うから核ミサイルは餌になるや、水爆実験の影響で目覚めたから殺せないという情報はあっても核爆発による単純な熱量には耐えられるはずがないって考えて核使うけど結局効いた試しがないんだよね。核爆弾で死ぬだろうはシンくん、迷子児と王は描写的に直撃食らってる。シンゴジ第4形態は貫通攻撃、カッコモップ以外で6にダメージ与えられてないで、核の爆発や熱線もどこまで効くやら、こいつの欠点って歴代の中でもわかりやすくエネルギー切れするところで、耐久性は割とあるんじゃないかな。バンカーバスターで貫ける程度の物理耐久なら現代の核兵器なら焼き払えるんじゃないかな。焼け残った細胞が飛散して積む未来も同時に見えるけど、結局肉片一つ残らず全部焼き滅ぼすなら、グラウンドゼロ作れる水爆が一番適してるのは皮肉な話だな。核圏の海からゴジラたちが襲来してくるのが目に見える。神話なんだかんだ常識的というか、厄介なの強さ以外のとこだから4段階に核ぶち込んだら多分死んだと思うんだよね。細胞一片でも残ったら積むけど。核爆発そのものはダメージソースとしては有効。ただし殺しきれないと放射線がおやつにされるぐらいの話で核だから無効ではないよな。体格で考えると意外と死にそうにないのは初代だったりする。当時の兵器では倒せないからオキシジェンデストロイヤーで倒してる設定だし、映画で核が効いてる場面を見たことないからどうせ無理だろって思っちゃう。しかし仮にゴジラの群れを核で消し去ったら、なんかもっとどうしようもないしっぺ返しが来そうなのがゴジラという作品である。実際にゴジラに核ぶちかましたシーンっていくつあるんだっけ？一応アニメのやつではアースかっこ2万年成長前に熱核弾頭150発撃ったけど倒せなかったって話があったはず。ただあれはシールドがあるので、シールド消えてる時に当てたらどうなるかはわからない。モンバスの王と迷子児、かっこ王と島がいる。どちらもクロスロード作戦の核に耐えてる描写がある。クロスロードってことは水中だし相当減衰されてそうだな。しかも威力も21キロトン級だし、いやまあだとしても耐えるのおかしいけどさ。モンバゴジラは明らかに直撃を食らってるどころか、むしろ現代の核兵器の至近距離爆破を復活のためのエネルギーにしてるくらいだから、明確に核が効かないどころかむしろおやつでしかない。っていうかモンバゴジラって日本のゴジラの弱点を少しずつ克服していっているような気がする。核兵器にしかり、オキシジェンデストロイヤーやバーニング形態の核爆発、挙句の果てには極体温まで克服しているし、まあシーモの低温はゴジラ自身も体温を1万度まで上げて相殺させたらしいけど。悪い、王の方はキングオブモンスターズで鼻先で核爆発食らってもピンピンしてたわ。ということは確実に核を地上で食らっても耐えられるのは現状はモンバスの王だけだと思う。ゴジラアースも直撃耐えてるぞ。アースはバリアのおかげで老僧しか食らっていないから、バリアなしの元のままで直撃したらどうなるかわからない。明確に生身で食らっても大丈夫だったのは王だけだよ。ほぼ常時バリア張ってるんだから道義じゃね。生身なんて制限誰も言ってないし、逆にどうにかできるだろうという熱い信頼を寄せられるオキシジェンデストロイヤーは何なんだよ。実際に核をぶち当てたら、物理耐久弱めのシンゴジ君の細胞が爆発で吹っ飛んで他のゴジラに付着して変な化学反応を起こしそう。ゴジラの強みってシンプルなパワーより不死地味た耐久性だもんな。日本サイドにも対ゴジラを勢揃いさせないと不公平だろ。歴代のトンチキスーパー兵器を新日本政府が運用、新アメリカや新ロシアなどがそれらの兵器の情報を得ようと躍起になって介入。これだ。メカゴジラ全種とジェットジャガー揃えられるならゴジラ軍団に普通に対抗できちゃうだろ。どうかな、余裕のある時の新日本政府がうまく使いこなせるかな。総理、こんなもん隠し持ってたのが世界にバレたら終わりだよ我が国。こいつ他のメカゴジラもボコりそうだからできんで。そもそもゴジラシリーズの歴代兵器もあるって話なら、豪天号にオキシジェンデストロイヤー乗せて特攻させるだけで全ゴジラ倒せちゃうだろ。セリザワ博士を解き伏せないと使わせてもらえないからダメだぞ。真っ先に死ぬのはシン、最後の最後で復活してバッドエンドにしてくるのもシン。どいつもこいつも放射熱線放出すれば、シンゴジラが劇中以上の超速スピードで進化進めそう。
すべての G のエネルギーと G 細胞の遺伝子情報をシンゴジラに集中、アルティメットゴジラの誕生だ。核で解決したら絶対天の意志に滅ぼされる世界観だから、頑張ってオキシジェンデストロイヤー作るしかねえ。ゴジラ同士が仲良しこよししてるとは思えない、相入れなさそうな奴いるだろ、あれとかあれとか。G 細胞の本能で潰し合いになるかもしれないけど、どの道に本は積んでる。ゴジラに対してはまだ対処法あるけど、どの道日本は終わるの悲しいね。なあにゴジラが生えてきたら眼帯つけた博士とかも生えてくるよ。せめてモスラとかメカゴジとかの助っ人が欲しい。シンゴジラって性質的にはゴジラの敵怪獣的性の方が強いから、そういうのが嫌いな4代目と10代目は相入れないと思う。